本縁寺。本縁寺は、山梨県南駒郡美部町にある日蓮宗の、本山。三号は、大野山。海山は総本山。美部山駆動寺を引退した、新生院美園。慶長14年に、徳川家康の側室、洋玉院おまんの方の消を受けて創建した。おまん様の寺とも呼ばれる。小西宝縁。漢字は66世、高田すくびずい。 本堂と主郎堂が国の重要文化財に指定されている。境内に、達中、両縁寺がある。貝の国史によれば、慶長十四年、千6 0 9年、徳川家康の側室、陽玉院、おまんの方の帰えを受けた、久音寺二十二世、悲縁が解散となり創建した。女王二年、百6 5 3年陽玉院が亡くなり、遺言により、 本園寺に埋葬された。本園寺の変額は名によれば、日蓮宗を信仰していた本阿弥光悦が、寛永三年、前六百二十六年に、父母の供養のため記号し納めされたものであるという。晩年の徳川家康が、最も長愛した養子院を満の方は、天正五年に生まれ、十七歳で家康の側室となる。二十二歳の時に、 日蓮宗の武との養父母を亡くし仏教への帰依を深めた。慶長九年、1604年行学に優れた新生院美園が33歳で、身延山駆動寺に新算すると、おまんの方は、その功名を知り秘縁に指示した。慶長十三年、1608年徳川家の菩提寺である浄土宗増上寺の学僧、狂山と当時は、 日蓮宗不士不正派だった慶の明満寺二十七世、日蓮が江戸城で修論、慶長修論を交わし、日蓮が破れた。すると、徳川栄康は、日蓮宗の各山でラインに、日蓮が他州を釈伏するために唱えた、四角格言の一つ、念仏無言は、経典にない空論だという受け状を提出するよう、迫った。総本山美信の十二世であったは、 受刑状の提出を拒み、最終論を求めて抗議したため、無本社にされ安倍川の河原で卓刑に処されることとなった。これを知った、おまんの方は、指示した被縁と共に自らも処刑されると、徳川家康に願い出た。家康はおまんの方の信仰心と覚悟を知り、悲縁を許したという。その後、悲縁は、刑与の身をはばかり身延さんを出て、大野の世で陰性。 五万の方は二人の子供、紀州の徳川頼信とみとの徳川頼りに命じて、大野に大伽藍を寄進させた。これが今の本苑寺となる。二千十八年、平成三十年本苑寺六十三世、金丸流が漢字を退任。枯れ木新山式が取り行われ、衆務総長も務めた千葉県市川市、法蓮寺の渡辺商敏が六十四世に、東京都江戸川区、 関王寺の荒井漢圧が六十五世に加えられた。そして東京都世田谷区、幸井隆寺の高田すくびずい、栄長が十六世漢寺に就任した。日苑は元気三年に出生。父は慶の蓮賀氏の総称、石井良源。六歳の時、慶の本万寺、日中のもとで出家し南都や東山で修学。慶長四年に下佐の学問所、 飯高団林の家主に推挙され、慶長九年には、ミノブ山駆動寺二十二世寛寿となって、西谷団林を創設した。しかし四年後、慶長法難に関連して、ミノから大野へ退院、養主院の外護を受け、大野山本演寺を開いた。日縁は、十不正派の中心的な層で、寛永七年に勝利し、幕名により、池上本文寺十六世寛寿となった。 しかし翌年には、弟子、日東に、池上を託し、自らは、鎌倉行家国に、富士庵を構え院生、養主院を、はじめ多くの神徒が参詣したという。晩年は修門を代表する構想と仰がれ、し、日中池上で1言。0へ。墓所は、身延の王の坊源寺。著作に、玄儀聞き書き、ほっ行大尉、ほっ文句随文記、知恵美草などがある。 日蓮宗の守護神、七面大名人を祀る身延の七名さんは、かつて女人近世であった。しかし、寛永十七年、1640年陽玉井を、万の方が、女人成仏を説く、北っ行を守護する七面天女のお山に、北っ行を信じる女人が登れぬはずはないとして、東廃口付近の羽衣白いとの滝で水氷を七日間行って、身を清め、女性として、 初めて登場を果たした。以来、女人近世は説かれ男女の遠毛でが盛んになったという。おまんの方は七面山女人踏み分けの外も称され、その宝君を称えた木の傍らには、銅像が混流されている。女人成仏とは、古来より低い地位にあった女性もふっになれると説いた、ほっ行の教えである。仏教後のご称は、女性に御種の触りがあり成仏できないとするが、 ほっけ行の台場だった品では、女性が成仏できる証として八歳の竜女の促進成仏を説く。日蓮は、ほっけ行の優れる点として、女人成仏を強調した。日蓮宗の熱心な信徒であった陽春院おまんの、方は丹精厚い迷子で、新井寺昆流に励んだ。本蓮寺宗賢治の大画乱奇心の他にも、六郎宗、日臣の遺跡である松野の蓮久氏寺を、 寸府城の東北に最高。また、美信山工藤寺、池上本門寺、和歌山観王寺をはじめ、主な寺に、道東伽藍を寄進して、時間を整備するなど、日蓮州の霊石復興に尽力した。おまんの方が、江戸時代の日蓮州発展の石杖を作った、ともされ、その功績から、墓所の数は多く各地で祀られている。洋玉井おまんの方は、 女王二年江戸期終帝で没したが、遺骨は、遺言により、王の山本縁寺に葬られ、墓所は、死、新生院美園の墓の傍らに建立された。息子の紀州、徳川頼信は、和歌山に洋玉寺を、水戸、徳川頼草は大谷、蓮華寺、明治に、旧正寺と、合併を建立し、母の菩提を弔った。伊豆家伝の日照門流、妙国寺の信徒だった養父。 水川図上手の影山氏広氏が葬られた、玉沢対北家寺にもおまんの方の墓所がある。また、おまんの方が、道東伽藍を寄進した池上本門寺にも奇襲、徳川家墓所、大田区史跡があり、その中に洋玉洋まんの方の墓がある。日蓮宗は1941年、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧松寺と呼び習わしている。 所在地山梨県南駒郡美野部町の839交通楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。